意外とこれ軽いね、2人で持ったら。やばい重さじゃないな。うわ、当たりそうだね。頑張れ。どうすか。いくで。ちょっと待って。便利な道具やな。Yeah. おお、楽しい。無人無人の上キャンプできるわ。かっこいいね、いろいろつけたジムに。おお、それが網か。見せるで。はい。これを、釣りしてる。あ、ほんとや。いいな。至れり尽くせり。キャンプ場ってそんな感じ？あ、盛り上がってきました。今日なんですけども、すげえ忙しくて、可能な限り毎日キャンプ行為をしましょうというルールなので、なんとか一瞬でもいいからキャンプを楽しみたいと思います。高速で立てよう。よいしょ。ああ。なんと5分、ほぼ5分ジャストで。ヘアキャンの準備が整っちゃいました。大層なもの作る気力ないから、とりあえずベーコンエッグ作る。オーケー。ソース。よし、いただいた。マジで疲れた。癒される。うまい。よし。オーケー。おお、途端にそれっぽくなった。おお、ぽいわ。キャンプでしたい100のこと。三大ロープワークを極めるっていうページがありまして、もやい結びと自在結びとテグス結びっていうのがあって、もやい結びは1回輪を作る。先に輪を作ってから結びたいところに紐を持っていく。次、輪に入れる。輪に入れたら向こう側、外側に先端を持っていく。こういう状態で、この先端をまた輪に入れる。そのまま引っ張る。この結び方のメリットは、この輪の大きさが固定される。ここが縮まないということと、しっかり結べてかつすぐほどける。今日またレベルアップしましたあとはコーヒー飲んでキャンプ本でも読んで過ごしたいと思います。マジ？フェスビット忘れた。え、仕方ないのでお水で飲もう。マジか。いただきます。なんかここってなんかめちゃめちゃいろいろ釣れるらしいんですよね。なんか釣りを始めてみたいなと思ってるんですけど、あのぶっこみ釣りっていう投げて放っておく釣りを始めたいですね。え、今日なんですけども、実はですね、最初に購入したこのワークマンのテントに付属していたこのアルミペグがですね、今3本曲がった状態なんですね。ダイソーのあの鉄のペグを買いに行こうと思います。で、20センチと30センチ行ってみたいと思います。やっぱ太いっすね。
うわ、しっかり刺さった。絶対抜けないわこれ。で次30センチね。30長いわ。でも30センチの方は200円で、20センチの方は100円なんで、まあどっちもあるなら20センチでとりあえずいいんじゃないかって気がしました。うわー、最高だな。うわわわわわ。あ、やべ、勝て。マジか。おー、抜けた。あー、よかった。焦った。よっ。勝って。よっ。あ、マジ。え、嘘。うわー。あ、きつ。オッケー。